出さんと北条さんは今朝風邪をひいたのでお休みと連絡がありました。今季節の変わり目で大変風邪をひきやすい時期です。暑いからといってお腹を出したりして寝ないように。いいですね。はーい。はあ、二人とも一緒に住んでるから一緒に風邪ひいちゃったんだね。リカちゃん、あさっての綿流しだけど、巫女さんの役大丈夫なのかな。かな。祭りはみんなで遊ぼうって話なのに、二人とも風邪ってんじゃな。明日にはケロッと治ってほしいもんだぜ。なよ、帰りにみんなでお見舞いにでも寄らないか。何か冷たいものの差し入れでも持ってさ。その必要はないよ。それより二人ともさ、今日の帰りおじさんの家に寄ってもらいたいんだけど、いいかな。のうち何かあるの？うん、ちょっと大切な話があるんだよ。ここではできない。本当に分かりづらいですわよね。何か目印になるものでもつけてくれればいいのに。同感です。例えば大盛りって書いたお子様ランチの旗みたいなのが立ててあるとかね。よかったらご一緒にどうです？ではせっかくですので。すみません、冷房をちょっぴりだけ弱めてもらってもよろしいですかしら。ええ、それは失礼しました。よいしょ、ピピッと。昨日のお子様ランチの旗の話、懐かしいですわね。今時のお子様ランチにはまだ旗は立っているんでしょうか。
さあどうでしょうね。ああいうのは一つの様式ですからね。案外もっと未来になって宇宙旅行が実現するような時代になっても、宇宙船の機内食のお子様ランチには旗が立っているような気がします。それはなんだか面白い話ですわね。そんな未来になっても子供たちはあの旗を夢中になって集めるのかしら。旗を？おやおや、そんなことをされていたんですか。あら、所長は子供の頃にしませんでした？お子様ランチの旗集め。まさかまさか。私たちが子供の頃のお子様ランチといったら、裕福な家庭でなければなかなかありつけませんでしたよ。私の家ではとてもとても。そんなことありませんわよ。うちは貧乏でしたけど、たまにデパートに家族で行くと必ずデパートの最上階のレストランに入りましたもの。当時の私にとってはデパートに連れて行ってもらえるのはお子様ランチが食べられるというのと同じ意味で、だから両親が私の留守の間にデパートへ行ってしまうと、とてもへそを曲げたのを思い出しますわ。高野さんの子供時代もとても素敵そうですね。でも私一人を残してデパートへ出かけて、二人ともバスの事故に巻き込まれて死んでしまいましたわ。その連絡が来るまで私はずっと両親を恨んでて、今頃デパートのレストランで私をのけ者にして美味しいものを食べてるに違いないって憤慨してて、あと一本で旗が確か20本になるはずで、20本が小さな目標だったので、それを達成する機会がまた遠のいたとずっとむくれていて、ひどい話ですわね。そうですか、それは知りませんでした。ひょっとしてそれが医師を目指された動機ですか？は？どうして？ああ、いえ、私が医師を目指したのは自分の家族に関わることが理由だったので、てっきり高野さんもそうだったのかと。私が医師免許を取ったのは雛見沢症候群により近づくために必要だったからですわ。失礼な言い方をすれば、研究のためついでに取った免許ですわね。そういえばこんな初歩の初歩のことも私は知りませんでしたが、高野さんはどこで雛見沢症候群に触れられたのですか？高野先生の研究を掘り出すうちに発見されたというような話を聞いていますが、医大に通われていた頃に医師の勉強と並行してもう症候群の研究に入られていたとは驚きです。私など凡才でしたので、医師の勉強だけで精一杯でしたから尊敬しますよ。雛見沢症候群の研究に携わったのはもっともっと前からですわね。私の実家は里子ちゃんやリカちゃんたちと同じで親戚がいませんでしたの。それで施設に引き取られて、それがもう本当に劣悪な施設でして、それを訴え出た時に助けてくれたのが祖父高野先生でしたの。では、あなたは高野先生と生活なされていたのですか？なるほど。研究資料に若くして触れることができていたのも納得です。しかしなぜそれを伏せられていたのですか？まあ大人の事情ですわ。風土病研究のために予算を求めるのと、死んだおじいちゃんの研究のために予算を求めるのでは少々事情が変わってきますから。なるほど。
長いことの疑問が氷解しました。あなたが高野先生を語る時の尊敬の眼差しは、一研究者に対するものとしては説明できないものでしたので。しかしそこまで高野さんに尊敬させるとは、よほど人徳のある素晴らしい先生だったんでしょうね。さて、人徳はどうだったでしょう。誰にも理解してもらえず、ずっと孤独に研究してそのまま病死してしまいましたもの。祖父は孤独を愛する悪い癖がありましたので、協力者を得られなかったんですわね。でも高野さんという優秀な助手がいたじゃないですか。そういえば高野さんも先生も読みは同じ高野ですね。ええ、本当の名字じゃありません。祖父に敬意を表して同じ名を。本当は漢字も同じにしたいのですが、クライアントに説明するときに誤解されたくないと思い、読みだけを残して漢字を変えたんですわ。高野さんは入江機関閉鎖後にも個人研究を続けられますか。入江機関が閉鎖する時には症候群は撲滅されていますわ。病原体をシャーレに残し、誰かをさらって感染者にして研究しろと、個人で。機材も予算も施設もなく、誰にも顧みられなかった祖父のように、ホルマリンの匂いのこもった書斎で、誰にも評価されず、ざれ言だと笑われるためだけに研究を続けろと。もう若さもなく、気力もなく、ただの負け犬に過ぎない私に何を続けろとおっしゃるんです。蕎麦湯、お飲みになります？あ、そうですね。いただきましょう。せめて
今後の予算配当を高野さんのやりたい研究に優遇しましょう。少なくとも3年の継続は勝ち取れたんです。その3年間で精一杯の。お気持ちだけで結構ですわ。死の病にかかり痩せ衰えていくのを3年も見守るのも辛いものですわよ。最後には眠ったままになり、生命維持装置の電源を切ることをいつかは選ばされる。ねえ、入江所長。その電源を切るのを、所長がその患者の担当医だったら誰にやらせますか？まさか、所長がその電源を切ったりはしませんわよね。もしそういう状況になるのなら、最後のスイッチは、残されるご家族に委ねるでしょう。ですわよね。まさか今生の別れの日にその場に立ち会わないわけがない。私は雛見沢症候群の最後に立ち会いますわよ。絶対にね。所長、午後の診療が始まります。準備をお願いいたします。ああ、申し訳ありません。今参ります。私が片付けておきますわ。所長は診療室へお急ぎくださいな。いつものお年寄りたちがよもやま話をしたくて大勢お待ちでしてよ。高野です。おこのぎはいる？私よ。20日からのつもりだったけど、今日から R の周辺監視を開始して。え？別にいいでしょ。それとも今日は暑いから嫌だとでも言う気？ええ、お願い。決行日まであと5日。慎重に慎重を重ねても罰は当たらないわ。ええ、よろしく。はい。失礼しますね。やれやれ、参ったな。ウグイスとヒバリの休暇を取り消して呼び戻せ。 R の監視を3日前倒しにしろと我らのお姫様のご命令だ。監視体制を全て3日前倒しにする。初日は白鷺だったな。4名体制、通話監視1、サポート1、 R タク監視1、サポート1。白鷺リーダーは直ちに指揮に入れ。あと電話設備工作も前倒しにするぞ。ウグイスの予定だったが招集には1日かかるだろう。大鳥でやる。大鳥7、工作チームを編成して
今夜中に完了させろ。可能か？もちろん。電気工作要員の訓練は十分です。少々お待ちください。隊長、外線からお電話です。隊長宛てなのか社長宛てなのか分かりません。ちょっと待て、ナマリンボです。つったらねえ、あんましよってねえ、ほんまこんなんでどう。でどちら様んね。女性です。野村と名乗ってます。おこのぎ社長を指名してます。隊長宛てだ。社長室だと向こうに回してくれ。
さとこちゃんにリカさん、ご主人様が会心に来ましたよ。大丈夫、私一人です。もう少し小声に。この家はすでに敵の監視下にあります。お疲れ様です。窓も満足に開けられないとあっては、まるで蒸し風呂ですね。これは差し入れです。いかがですか、こちらは。さっきこの家の電話を盗聴する監視小屋に何者かが近づいた形跡がありました。それから呼び出しの長すぎる電話が一件。おそらく学校を欠席したことを知り、在宅確認のために電話してきたのでしょう。あなたもリカちゃんたちの様子を見てこいと誰かに言われたのではありませんか。ええ、全くその通りです。高野さんからリカさんたちが学校を欠席したのに病院に来ないから不安だと、様子を見てきてほしいと言われたんです。うん、やはりリカさんとサトコちゃんの欠席を不審に思われたんでしょうか。いえ、多分富武さんが内定を開始したことと関係があるんじゃないかと思います。もしなかったとしても、今回の動きは彼にとって尻尾をつかむチャンスになるかもしれません。どちらにせよ、もう何かが始まっているということなんですね。そう見て間違いないでしょう。私たちの敵が高野と山犬なのか、そうではないのか、どちらにしてももう敵は動き出しているのは間違いありません。日並沢村連続開始事件、最初の2年は偶然が重なっただけでした。しかし3年目から高野さんはそれを面白がり、渡流しの夜に何かが起こり続けることを期待しだしたように思います。渡流しのお祭りはあさって、敵が動き始めるタイミングとしては妥当かもしれませんね。そして5年目にリカちゃんを狙う高野か、恐ろしい女です。リカさんがしていた高野さんの話、あれはどれも本当だと思います。今日初めて知ったんですが、彼女は日並沢症候群の第一発見者、子高野先生の養女だったんです。同じ高野ですね。うん、なるほど。彼女にとって日並沢症候群の研究を受け継ぐことは尊敬する祖父との絆だったんです。その研究が打ち切られることが確定した。それは彼女にとって祖父を冒涜するものなんです。全てリカちゃんの言っていた通りということですね。はい。それと高野さんがこんなことも言っていました。3年で打ち切られることが決まっている研究を、寿命が幾ばくもない眠ったままの患者に例えるんです。そしてその生命維持装置のスイッチを切るならば、それは残された家族の権利だというようなこと。どうせ打ち切られる研究ならば、それに幕を下ろすのは故高野先生の遺族高野美代だけと。はい、そういう意味で言ったものと思います。あとは富武さんに高野さんが企んでいる何らかの証拠を掴んでもらうだけです。そしたら関係者を一斉に拘束するための鎮圧部隊を呼び寄せるそうです。高野は山犬なる特殊部隊を配下に持ちます。それを鎮圧できるような。はい、私も名前しか知らないのですが、番犬という部隊がいるそうで、
本当の非常事態が起こった時、武力で強襲する戦闘部隊だとか、山犬はどちらかというと機密保持などの情報部隊の性格が強いので、多分それよりはるかに強い部隊なんでしょう。表に出せぬ研究をする機関も、万が一の造反に対応する鎮圧部隊となれば、多分相当の強さを持つでしょう。つまりそのいわゆる番犬部隊とやらを雛見沢に呼び寄せることが我々の勝利条件になる。そういうことになるんでしょうか。ただ一つ不安なのは、緊急マニュアルには機密保持のために村を封殺することを認める記述があることです。番犬部隊が来てもやることは彼らと同じで、結局は村ごと証拠を隠滅するのではないかという不安も残ります。いえ、それはないでしょう。敵の狙いが緊急マニュアルの執行にある以上、それでは何の意味もありません。この陰謀が派閥構想によるものならば、入江機関のクライアントたちの派閥は絶対に穏便に済まそうと思います。おそらく敵を吸収し、村人たちが何事かと目を白黒させているうちに決着させてしまうに違いありません。とにかく富武さんからの連絡を待つしかありませんね。ええ、これは持久戦です。ですが一度有事となれば、それは電撃戦に様変わりする。緩急の差の激しい辛い戦いになります。入江先生は敵の腹中にいる心強い存在ですが、同時に最も危険な場所にもいます。常に油断せずにいてください。私たちはリカちゃんの味方になろうと決めた時点ですでに彼らの敵なのですから。はい。これは緊急時用の私への電話連絡方法です。絶対に敵に奪われないでください。危険な時には必ず飲み込んで処分するように。盗聴されているのにどうやって電話で連絡を？あなたが受話器を取ればたとえ無言であっても疑われかねないのに。受話器を取らなくても連絡することはできます。少々コツのいる不便なやり方ですが、一番確かな連絡方法です。そして、それは敵の動きを最初に察知できる、あなたにしか発することができない。わかりました。それで、やり方は？メモに書いてあります。簡単に説明すると、電話の呼び出し音の長さで連絡するのです。相手に電話をするとき、1分以上呼び鈴を鳴らし続けることはほぼありません。それを利用した呼び出し音による連絡方法です。1分鳴らし続けて切れば、そこは危険。脱出せよ。1分半なら、緊急事態。直ちにその先艇へ急行せよ。こんな感じで、30秒区切りで緊急性の高いメッセージが仕込んであります。他のメッセージはメモを見てください。でも、この1分と1分半の2つだけは絶対に暗記してください。私の命がかかっていますので。まず短く一回鳴らし、一分なら逃げろ、一分半ならリカさんたちのところへ向かえ。はい、覚えました。少々面倒と思いますが、
あくまでも緊急事態用ですので、くれぐれもよろしくお願いいたします。ええ、わかりました。危険な時の連絡は任せてください。最後にもう一つだけ暗記してください。とても嫌な暗号ですが、これも忘れないでください。この連絡に限り、短い一回は不要です。連絡方法は、3分以上呼び出し音を鳴らし続けること。電話をかけたまま受話器を外し、そのまま放置するのがいいでしょう。その暗号の意味は？連絡員に緊急事態。以後、連絡不能。それは、私の身に危険が及んだ時、という意味もあるんですね。はい。緊急時にはこの家へ電話し、そのまま受話器を外し、安全な場所に身を隠してください。ただ、自らの危機を図るのはとても難しいことです。まだ大丈夫、多分大丈夫などと思っているうちに、連絡の機会さえ逃してしまいかねません。少しでも嫌な予感がしたら、緊急時と判断していいでしょう。陰謀の度合いから考えて、敵は私たちを生かしはしません。くれぐれもご用心を。わかりました。その場合あなたはどうするんですか？その際は状況によりますが、私もここを脱出します。あなたに危機が迫る以上、リカちゃんの身にも危険が迫っている可能性が高いですから、私はその先艇を目指し、リカちゃんたちとの合流を目指します。あくまでもこれは最悪の事態です。このような事態に陥ると決まったわけではありませんので、緊張することはありません。どうか気を楽に持たれてください。ですが、油断せずにですね。そうです。というわけよ。質問のある人いる？まあ、私も園崎家当主代行としていろいろと聞きたいことはあるよ。連続開始事件についてどうやら少なからぬ関係があるようだからね。でも今はそれはなしにする。しかし、うちに避難してきたのはいい判断だね。うちの地下なら核戦争だってしのげるよ。電気もある、電話もある、もちろん食料だってあるしね。山犬って連中がそんなにも厄介な相手なら、ますますこの村の中でリカちゃんたちをかくまえるのはうちしかありえないよ。みんなを巻き込んでしまって申し訳ないと思いますです。リカは昨日から申し訳ないばっかり言いすぎなのです。もう一回言ったら、リカは毎日僕にシュークリームをおごる罰ゲームなのですよ。ハウアウアウ。それにみんなだって申し訳ないなんて思ってないですよね、ケイチ。そうだぜ、リカちゃん。
ちょいとことがでかかったんで面食らっちまったが、なあみんな、どいつもこいつも内心は面白くなってきやがったとか思ってんだろ。さとこ、どうもこいつは俺たちに本気でやってもいいってことみたいだぞ。お前だいぶ温存してるんだろ。シャレじゃ済まない秘蔵のトラップをだいぶ隠し持ってるんだろ。そいつを食らわせてやる、またとないチャンスじゃねえか。部活メンバーに私がいたことに感謝なさいませですわね。相手が何様だか存じませんけど、本気でやっていいとなれば、たとえ部活メンバーが相手でも使用をためらってきた奇跡の大トラップの数々が惜しげもなく飛び出しますのよ。そうだね、さとこちゃんのトラップはみーちゃんのお墨付きだもんね。たとえ相手が本物の軍隊でも、さとこちゃんのトラップはみんな蹴散らしちゃうと、さとこをよいしょしてるが、もちろんレナだって容赦ねえからな。レナは普段はおっとりしてるが、俺はこいつの本気の時を知ってるぜ。レナは本当に戦うべきここ一番では誰にも屈しない強さを持ってる。そいつはかなり半端ない。多分俺でも勝てないと思うぜ。そんなことないよ、ゲイチ君だってここ一番の時の爆発力と瞬発力はすごいよ。レナじゃ打ち破れない運命でも打ち破れる気がするもの。ケイチが赤く燃え上がる炎なら、レナは青く静かに燃え上がる炎という感じなのです。お、それいい例えだな。真っ赤に燃える男、前原ケイチ。青く燃える女、竜宮レナ。我が部にその人ありと天下に知らしめる絶好のチャンスだぜ。そしてその最強のメンバーを最強のリーダーが従える。だよな、ミオン。子にして最強、揃えば無敵。それが俺たちの部なんだよな。いやはや、不謹慎だと思って黙ってたけど、おじさんさ、本当はこう思ってたのさ。こいつは最高に面白くなってきたってね。今は感謝してるよ、リカちゃん。これだけの獲物をよくぞ知らせてくれた。この雛見沢で我が部に挨拶なしで上等を決めてくれようとはね。きっちりけじめを取らせてもらうよ。ありがとう、みんな信じてくれてありがとう。信じてくれるとずっと言ってますし、信じて当然。信じないやつなら仲間じゃないのです。だからお礼なんていらないのですよ、リカ。ああ、そうだな、羽生の言う通りだ。お前いい根性してるぞ、気に入った。となりゃ作戦会議だ。状況をもう一度整理しよう。まずリカちゃんとサトコは病気欠席のふりをしてしばらくここに身を隠す。これは万が一に備えてだね。まさかここに二人が隠れてるなんて誰も知らないよ。留守番をしてくれてる赤坂って人に感謝だね。でもよかったね、5年も昔にした約束を覚えてて助けに来てくれるなんて本当に素敵な人だね。
うん、ちょっと羨ましいかも。私の好みじゃありませんけど、リカにはちょっと嫉妬しましたよ。赤坂は別にそういうわけではないのです。しかも東京の警視庁の公安部の人で、それも秘密部門所属なんだろ。すげえ頼もしい人だよな。秘密部門ってのがしびれるぜ。赤坂はきっととても強いと思います。です。とても頼もしいのですよ。ただ赤坂さんの役割はどちらかというと緊急時の防御役。むしろ重要なのは相手の尻尾をつかむ大任を帯びてる富武さんだよ。彼こそが真の攻撃役。しかも敵を鎮圧できる番犬部隊を呼ぶことができるのは富武さんだけ。つまり富武さんこそがこの戦いに勝利できるキーマンってことなんだよ。下手くそカメラマンの富武のおじさまが私たちの命運を握っている超重要人物とは不思議な感じ。富武の頑張りを期待しないわけではありませんが、万が一に備え他の手も考えておいた方がいいと思いますです。でも羽生、富武に頼る以外に何か打てる手などあるの？いや、羽生の言うのも一理あるよ。何しろ敵から見ても富武さんはキーマン。自分たちを内定していると気づいたら暗殺することだってあるかもしれない。何しろここは彼にとって敵地も同然なんだからね。富武さんだけに頼り切らず、私たちに打てる手を探すのも大切だと思うよ。そうですわよ。トラップだってたった一つで綺麗に決めるのは難しいですもの。いくつも仕掛けてあらゆる可能性に対処して初めて完璧になるんですのよ。そうだね。攻撃の手を一つに限る必要なんてない。富武さんとは違う形で他の攻撃ができないか探してみるといいんじゃないかな。でも東京についてわからない私たちがどんな手を。富武さんの重要性の一つが番犬部隊を呼び寄せることだってんなら、俺たちにも彼らに連絡する方法を教えてもらいたいよな。そうすれば万が一富武さんが敵にやられても俺たちは勝利条件を失わずに済む。そうだね。富武さんの最大の価値はそこにあるからね。同時にそこがこちらのアキレス腱でもある。事情を話して富武さんに彼らとの連絡の取り方を教えてもらおう。ただ問題なのは富武さん自身が市内に身を隠しちゃってて、こっちから連絡を取る方法がないって点なんだよね。でもいい手だと思いますです。富武と次に連絡を取ることができたら番犬への連絡の仕方を聞きましょうです。まずこれが一案。他にはないでしょうか。今の手は富武さんに万一があった時のための保険だよな。また別の角度の攻撃を考えたいな。富武さんの調査に貢献できるような攻撃ってねえか。面白いですわね。何かのトラップを仕掛けて尻尾をつかみ、黒幕に言い逃れできない証拠を突きつける。最高のトラップシチュエーションでしたよ。奴らの狙いが僕なら、僕を何かのおとりにするのはどうですか。危険だけど、高野たちは僕が目的なんだから食いつかざるを得ないのです。かなり危険な一手だね。でも確かに高野さんがリカちゃんを追っているという大きな証拠をつかめる手だよ。
わざと姿を見せて騒ぎを大きくして逃走戦にすれば、うん、少しは面白い効果が期待できそうだね。そこで里子の裏山が役に立つ。こいつは最高の見物だぜ。面白くなってきやがった。でもやっぱりそれは最後の一手だと思うかな。裏山にこもれば籠城戦になって状況はだいぶ変わる。この手に訴えるのは本当に最後の最後だと思う。そうですわね。裏山のトラップは防御効果が非常に高いでしょうけども、あくまで防御ですわ。敵に対し攻撃するものとは違いますもの。うん、裏山牢城は追い詰められた最後の切り札になるだろうね。これは本当に最後の手段。ここが敵に襲われ、ここを捨てざるを得ない時だけのね。ちなみにうちの地下には隠しトンネルがあって、山中の井戸に抜けられるようになってるんだよ。へえ、すっげえな、ミオンの家。やっべえ、ますます面白くなってきたぜ。敵は謎の組織で、秘密作戦に秘密基地、秘密の地下道。ほほほほ、これで燃えなきゃ男じゃねえぜ。男でなくても燃えまくりなのですよ。さあ、これで2案出ましたです。僕たちはまだまだ思いつきますですよ。もう1案くらいってないですか。そうだな、もう1案欲しいぜ。今の案もどっちかというと防御的な案だからな。もっともっと攻撃性の高い我が部にぴったりの案は出ないのかよ。なんていうのかな、相手にガツンと一撃が入って連中の陰謀が頓挫しちまうくらいのすげえやつだよ。僕たちにそんな方法があるのでしょうか。うん、きっとあるよ。レナたちはリカちゃんが思ってるほど無力じゃないし、切り札だってないわけじゃない。彼らにとって重要なリカちゃんというキーマンが一緒にいる。これが重要な切り札になるんだから。リカちゃんをおとりにするっていう意味じゃなくてね。確かに、女王感染者が私たちのところにいるのは彼らに対して大きなアドバンテージになるね。連中の目的は何？リカちゃんを殺して緊急マニュアルとやらに従って緊急措置の行使を余儀なくさせ、それを組織内の派閥争いに利用すること。そうだね。そうなのです。リカは奴らにとって全てを吹き飛ばす爆弾みたいなものなのです。それを爆発させて大騒ぎを起こし、それに乗じて何かを得するのが奴らの狙い。それを爆発させないのが私たちの勝ちということになると、それはあまりいい状況ではありませんわね。確かに、こちらはいつまでもずっと守り続けなくちゃならないけど、向こうはなりふり構わずリカちゃんを殺せば勝ちになる。まるで片方にしかゴールがないサッカーだよ。その片方にしかゴールがない異常なサッカーを告発して万天部隊を呼び寄せるのが、いわゆる富武作戦の要だね。奴らの陰謀を砕く私たちのゴールは何かない？あるはずだよ。こういう時は立場を逆にして考えると見えてくる。あれ？あれ？
リカちゃん、もう一度確認するね。その緊急マニュアルってのは、リカちゃんが死ぬと村人が48時間以内に全員異常行動を起こすって言うから、そうなる前に村を鎮圧するために発動されるんだよね。はい、そうなのです。はあ、どうしてリカが死んだこともないのに48時間でそんなことになるとわかるのでしょうか。確かにそうだね。うん、おかしいよそれ。なんで48時間で村人みんながおかしくなるなんて決めつけられるんだろう。僕にはよくわからないのですが、高野が言うには他の国の例でよく似たケースがあり、それが48時間だかなんだかの根拠らしいのですが、僕にはチンプンカンプンなのです。入江も実はチンプンカンプンだと言ってましたです。あ、まさか。なるほど。私わかりましたわよ、敵の弱点が。ああ、俺もわかったぜ。そうかそうか、そうだよな。これは確かに盲点だったぜ。二人とも何が分かったのですか？僕には分からないのです。分かんない分かんない、レナにも分かんないよ。あれあれ、レナとリカちゃんは分かんないの？最後まで分かんない方は恥ずかしい罰ゲームってことにしようかね。加入はどう？あんたならとっくにピンときてそうだね。はい、分かってますですよ。だからこそリカは高野にとっても重要人物だったのです。はあ、これはリカとレナへのヒントなのですよ。私からもヒントですわよ。敵の狙いは派閥争いのために雛見沢で大騒ぎを起こすこと。そしてそのための手段として緊急マニュアルを使おうとしているわけですわ。ということはこの緊急マニュアルこそ敵の陰謀のアキレス腱になるということですわ。わかんないのです。はあ、あう。リカ、僕に今まで意地悪してごめんなさいと謝ったら答えを教えてあげますですよ。まっぴらごめんよ。そのあうあう気が散るから黙らせて。なんだなんだ、鋭いレナまで気づかないのかよ。いいか、俺たちの攻撃が富武さん一人に委ねられていて、それがアキレス腱であるように敵の攻撃も緊急マニュアル一つに委ねられているんだよ。ってことは緊急マニュアルの根底を打ち砕いてやればいい。わかるか？緊急マニュアルの意味を失わせてやればいいんだよ。災害のふりをして隠すためなのです。だから村人たちがおかしくなる48時間以内に村に緊急措置を行使してしまおうとする。そしてそれが敵の狙いなのです。ということは、つまり48時間以内に緊急マニュアルを使わせなければいい？僕を殺さなければその48時間は始まらないんだから、その
この48時間を逃げ切ればいい？何よ、二人とももう答えを口にしてるじゃない。いい？じゃあ答えを教えてあげよう。みんないい？せーの、リカちゃんが48時間前に死んでればいい。ものなのですよ。さっきから後ろ向きな案ばっかりだったので、ひょっとして思いつかないのかと焦ってましたのです。うんうんうん、ほー、言ってくれるじゃない。羽生、あんたますます気に入ったよ。この功績を認め、あんたには後で我が部金星特別従事賞を授与しよう。それは後に置いといて、今作戦の説明に入ろう。奴らのゴールの最大の拠り所である緊急マニュアル、これにはでっかいウィークポイントが隠されてる。それは雛見沢症候群は女王感染者の死後48時間で村人が全員異常行動を起こすから、そうなる前に初弾を下せというそもそもの根拠の部分。つまりリカちゃんが48時間前にすでに死んでいるのに、村に何も起こらず平和だったら、このマニュアルの根本が崩れるってことなんだよ。ですから、リカが死んでしまったという嘘をつくのは可能なのです。リカちゃんが世間に目撃されたのは昨日の学校が最後だから、それから48時間だから、あさっての早朝くらいに死体が見つかったということになると、とても好都合だね。そうか、警察の大石さんの助けがあればリカちゃん死亡の偽装は可能なんだね。その通りですわ。大石さんにうまくやってもらって、リカの死体が見つかり、それが死後48時間経過してるって嘘を発表してもらうんですの。まあ公式発表にするといろいろ余波がありそうだから、入江機関にだけ嘘を流せば十分だ。しかも監督がこっちの味方なんだから、連中をコロッと騙すのは可能なはずだ。これは考えたわね。緊急マニュアルの信憑性が失われれば、こんなひどい作戦が承認されることなんてありえない。つまり連中にとって最大の弱点は緊急マニュアルであり、そしてリカちゃん自身だったというわけなんだよ。大石は協力するとまだ言ってくれたわけではありませんが、僕はきっと力を貸してくれると信じていますです。これは愉快なトラップになりましたよ。高野さんが慌てふためく姿が目に浮かぶようですわ。高野は私と里子が風邪で寝込んで家にいると信じ込んでる。でも姿を見たわけじゃなく、きっとそこにいるだろうという想像でしかない。それが実は他にいて、そしてあさってに突然私の死体が見つかり、しかも48時間前には死んでいた、なんてことになったら。
ば黒幕たちはこの緊急マニュアル作戦が失敗したと判断して撤退するだろうね。ここで私たちの攻守が逆転する。そこまで至ればきっと敵の動揺の隙をついて富武さんが何かをつかむ。そして陰謀を鎮圧するために富武が番犬のワンワンを呼び寄せて敵をやっつけてくれるのです。これが僕たちのゴールなのです。よっしゃ、見えてきたじゃねえか俺たちの勝ち方が。しかも最高に俺たちにぴったりの騙し方だぜ。気に入った気に入った、最高に気に入った。先ほど入江先生にお会いしましてね、赤坂さんはうまいことやってて無事ですと伝えてほしいと言われました。あの人は5年前とは比べ物にならないくらい成長してます。あの砦では彼なら守りを務められるでしょう。それで大石、この48時間作戦なのですがどう思いますですか？ねえ、なかなか面白い作戦だと思います。敵に対する強力な揺さぶりになるでしょう。おそらく敵は動揺し焦ってミスを犯すはずです。それは富武さんにとって掴むべき尻尾となるに違いありません。いや、実にうまい作戦ですよ。3人集まればなんとかって言いますが、若い皆さんがこれだけ集まるといいアイデアも出てくるもんです。こいつは大勝負になります。勝っても負けても私はこの作戦の責任を取らされるでしょう。うまくごまかすつもりですが、下手をすりゃちょいと痛い目にも合うでしょう。ちょいと覚悟が必要です。私もこの48時間作戦かなりいい手だと分かってるんです。しかし私ってやつは大石、難しければ無理にうなずかなくてもいいのですよ。僕たちは大石の犠牲を踏み台にして勝利を勝ち取りたいなんて思ってないのです。それに僕たちは最強の部活メンバーなのです。48時間作戦がダメならもっともっと効果的で面白い作戦をすぐに考えちゃいますのですね、ミオン。ああ、そうだよ。おいさん、無理なら断ってくれて全然 OK。むしろ私たちも大石さんの迷惑も考えず勝手に盛り上がっちゃって悪かったと思ってるもん。そうですわね。困らせてごめんなさいですわ、大石さん。
構うまいね。年下の子にこんなこと言われちゃったら一肌脱がずにはいられなくなっちゃうもん。ええって羽生が慰めてるのってそういう意味があるのかよ。みーだって羽生は本当は僕よりずっとタヌキなのですよ。ちょっと一晩だけ時間をください。署内で信頼できる人間に打ち明けて協力を求めてみます。大丈夫、絶対に信頼できる人間です。私も引き受けたなら失敗しましたじゃすみません。なのでやる前に賞賛を図らせてください。退職金がなくなっちゃってもきっとミオンが何とかしてくれるのですね。はんはんはん。み、部活メンバーに協力する以上そうじゃないと大石がかわいそうなのです。み、おじさんの家はこう見えてもお金持ちだからね。もしもし。ああ、何度もお電話をさせてしまいすみませんでした、富武に。いえ、それより何か分かりましたか？高野三佐については現在調査を続けています。アルファベットの客員に迎えられるときに別の部署ですでに身辺調査を行っていたらしく、その資料の引き渡しを要求しています。アルファベット後については今総員体制で当たらせているところです。もうしばらくお時間をください。分かってます。ですが事態は切迫しつつあるように感じていますので、くれぐれも緊急にお願いいたします。はい、もちろんです。それから富武任意の依頼とは別に本日付で入江機関への緊急内定が命じられました。優先度最大、命令書は幕僚長名です。幕僚長が私の調査依頼とは別に？はい、あくまでも別件となっていますが、私の見たところこれは富武任意の調査に対するトップからの強力な後押しではないかと。幕僚長が協力？
入江機関についての調査も急ピッチに進めています。まだ分析は終わっていませんが、入江機関内の予算の動きに不審があるようです。単なる書類のミスなのか何かの工作なのかは現在腕利きに表せています。口座に不審とは何です？はい、入江機関の運営資金用に分配口座があるのはご存知かと思います。そこの数字が微妙に合いません。プール金への流出もしくは不明金の流入の可能性があるとのことです。また領収書の日付にも不審な点があり、捏造の疑いが持たれています。あ、もしもし。失礼。今一件報告が来ました。富武任意は小泉先生をご存知ですね。旧小泉派のトップです。近年お亡くなりになって派閥は瓦解したそうですが、そのトップと高野三佐の個人的信仰についてはご存知でしたか？ええ、一応は。では小泉先生と故高野先生に個人的な信仰があったことはご存知でしたか？え？いや、なるほど。小泉先生が高野三佐を可愛がっていた理由がようやくわかりました。うん、これは興味深い内容です。実は小泉先生の死後、彼の隠し口座の清算が行われたらしいのですが、その際金庫番の弁護士を通さず小泉先生がご自身で下ろされた額があることが判明したんだそうです。時期は
入江機関の設立がアルファベットで承認される半年前です。それは入江機関設立の根回しに小泉先生が使ったのでは？いえ、その根回しの金は弁護士が管理を任されていました。ですからその支出ではないと思われます。腹心の金庫番を素通しして支払うというのはよほどの個人的支出です。では高野三佐に対し小泉先生が個人的に資金を提供したということでしょうか？はい、こちらでもそう分析しており、現在裏付けを進めています。小泉先生による機関設立の根回しとは別に、高野三佐に対し個人的に設立工作のための現金を提供したのではないかと考えています。ということはつまり高野三佐は造反工作を行いうる現金を多額に持っている可能性があるということですか？高野三佐は機関設立にあたり各方面への調整にあたりましたが、それは全て表ルートの接触で裏ルートからの接触ではありませんでした。ですので設立工作にあたりその提供を受けた資金を使用していないなら、それは丸々残っている可能性があります。話が前後しますが、その提供を受けたと思われる額はいくらですか？10億。そんなに？